途中からエゼキウが導入って形が入ってくるのが怖いかなと思って、もうウィンバックが負けないってことが大前提だな。あと国軍側に相手もプレッシャーかけてくるでしょう。この二人の硬さや強さってどこもチームは知ってるので、まずここで勝負をかけてこないです。はい、マッキーです。見に来てくれてありがとうございます。よければいいね登録お願いします。さて、サンフレッチェ広島戦のレビューをしていこうと思います。スタメンですね。まずはスタメンは、まずグランプス、ほとんどいつも通りですね。形的には2トップの下にマテウスかな。で、最近はイスミがね復調してきてるけれど、今回は内田くん、ウッティがスタメンで守備的に入るんじゃないかなと思ってます。で、広島の方だね。広島の方はベンカリファとソッチリウの2トップに、途中からエゼキウが導入って形が入ってくるのが怖いかなと思ってる。もちろんドーグラスが後半入ってくるのも怖いかな、特にエゼキウは前半からもう後半途中から入ってきて、で試合のテンポを変えられるとそれについていけずに怖い形を作られるんじゃないかなって思ってます。で、形的にはね、だいたい2ブランチの時が多いんだけど、広島はアンカーを置く形を作られた方が怖いかな。で、本来だったらノツタがアンカーになるんだろうけれど、最近ちょっと調子悪そうだって。で、あとゲームの組み立てを考えるとね、東アンカーなのが嫌かな。そのうちに形に来られると一番ちょっとグランパスとしては厳しい戦いになるんじゃないかなって感じがします。で、わずか、まず試合の展望ですね。ウィングバックがぶつかり合うと思ってます。明日はどちらも3バックですよね。で、3バックなんでどうしてもね、この3バックの奥裏っていうのかな、このあたりがどうしても弱点なんですよね。3バックサイドの奥が弱点なんですけれど、当然そうさせないように今回はどちらのウィングバックもウィングバックにつくことになるはずなんです。なので、明日ウィングバックが勝てればもうそこを使っていくことになるし、なので明日森下くんが星見木に勝ってくれればもうここのずっと左から攻めていきましょうっていう話になると思いますし、逆もある、星見木が森下くんを毎回抜くようなことは勝つようだと、もう向こうを右から攻めていきましょうっていう形になると、ウィングバックってのは絶対そこを使っていきます。で、対策立てて防ぐまではもうそれはどうにもできないよね。対応としてはもうこういう長いようにもっと寄ってって守備固めて相手を防ぐ。でもそれふさを打つと今度こっち開いちゃうからね、多分やられちゃうので、何か対策を立てるまではもうウィングバックは頑張ってもらうしかどうにもならない。もう負け続けるしかないっていう戦いので、もうウィングバックが負けないってことが大前提ですね。明日は勝負は決まっちゃうし、ゲームがそこで決まっちゃうからね。なので、明日は攻撃力の高いシチに、こちらシチにウッチーを当てて、で、逆に腰打ちの方は森下くんで突破していきたいっていう形になるんじゃないかな。グランパスは絶対ここ森下腰打ちのこのポイントが見どころになると思う。勝負ポイントだね。で、まあ攻めるんだったら佐々木翔よりもまた塩谷の方から攻めた方がっていう感じになるかな。その意味でも左側に森下くんを置いていくんじゃないかな。さあ、そしてグランパスの守備ですよね。守備多分ね、相手は真ん中を飛ばしてくると思うんですよね。もうね、向こう分かってるでしょうからね。もうウィングバック同士は絶対ね、明日の試合、この試合はね、マークがつくのは確定なんです。こう、まあ、どっちもやられたらおしまいなので、やられないにマークが大体つく、ほとんどつく。なんで上がったら腰についてくるし、腰みつや上がったら宮森下くんもついてくしっていうの、ここはマークがつくのほぼ確定なんです。で、そうなってくるとサイドウィングバックはどちらもゲームで攻撃の組み立てとしては使いにくくなるんですよね。もちろん、もちろんね、森下くんがなんかちょっとここまで下がってくればね、星見からここへついてくるとは思わないけれど、
大逆だ。よいしょ。ついてくると思わないし、ここまで下がればまあゲームボールを回すこともできると。あ、ボール回したらもちろんプレスに来るんだろうけどね、こういうの。なのでいいな、そう、下がればまあいいんですか。まあここまで下がるってことはまずしないので、そういう意味ではまずサイドは使えないです。明日もちろん振り切ってくれてサイドを使う場面が出てくるんだろうけど、組み立てという部分ではまず使えないです。いい、そうなるとどうぞ真ん中で勝負で、ブランパス米本稲田さんの強さはもうどこのチームも知っています。この2人の硬さや強さってのはどこのチームも知っているので、まずここで勝負をかけてこないです。これがもし片方は長澤に変わったとしても、長澤さんの優秀さをみんな知ってるので、ここからまともに勝負を仕掛けてくることはもうないでしょうっていう弱点ももう分かってる。この二人を飛ばすことがグランパス攻略の近道だっていうことはバレちゃってるよね。確実にもう神戸が確実に見せてくれたからね。そうなるとサイドのセンターバックやアンカーからボールを前に送るってことだ。もう塩谷、佐々木、特に佐々木翔から送られるだろうね、前に。こういう形が増えると思います、明日は。まあそしてアンカーですね。アンカーがボールさばける選手だから、東がアンカーにいるとはボールさばけるの嫌なんですけれど、アンカーがボールさばいて前にこっち送る、こっち送る、前に送る、こういうことは自由にできる。でウィングバックはもちろん使えないとしても、走っていけば振り切ってからボール前出してってこともできるし、どっちかってベンカリファだよね。ベンカリファそっちにに当てるという形の方が多くなってくると、でこれを当然させたくない。なので、この対応を取ってことになるでしょうね。そうピエール・ソテニーはベンカリファに当てるって、これが当てて落としたボールを川村、森島が拾う。でここでセンターバックが対応するのか、中途半端な場所を取らせて、こちら米本稲垣に対応させると大変困ることが起きて、ここはまあここで勝負しちゃった弾かれたボールを取れやすくなって回収、セカンドの回収されやすくなっちゃうので、こうならないように、ここはセンターバックがつきたいと。ちょっとぐらい下がったとそのセンターバックがついてて勝負されて弾いたボールを、こういう風な形かな。弾いたボールをセカンドを回収したいっていう形になっていくと、そのためにはアンカーとセンターバック、特にサイドのセンターバック、ここが要注意。ここにセンターも飛ばしてきた時の対応を、この米本稲垣を飛ばしてきた時の対応をしていかないと危険ですって話になりますね。こうなった時にはね、センターハーフ、前回はね、前回神戸戦だね、神戸戦の時はね、対応しようとして稲垣と米本両方とも下がりきっちゃってたんだよね。その時にね、今回は基本的には稲垣が下がり目で米本は上がり目とか、ちょっとこういう形で、まあ逆でもいいんだけど、稲垣上がり目、米本下がり目とか、こういう形にしないともうセカンドが取られちゃうもんね、絶対に。あとマテウスの頑張りだね。マテウスにもちょっと戻ってきてもらう。長いユンカー、まあユンカーにもこれっていうのはちょっと無理があるね。長いの方になるのかな。若干戻ってきてもらってセカンドを回収するってことをしていかないと厳しくなってくると思います。特にマテウス、米本、稲垣、ここの頑張りが大変。ちょっとマテウスにそこまで頑張ってもらうのもどうかなとは思うんだけれど、マテウスとしてはどっちかって言って冷やしにつくことだよね。で東に自由にボール出させない、もうそれを完全にマークしようってことなくて、嫌がらせをしてくれればいいっていう形だよね。ここをしてもらえて、でどっちかっていうと稲垣、米本が縦まではいかない、縦の関係までいっちゃうとちょっとサイドの対応が厳しくなるので、どうしてもどっちかが上がり目、どっちかが下がり目という形、逆にこっちへ危険だったらこういう風にして、そういう形を作ってセカンドボールを取れるという形を作っていきたいですね。なんでこう与で稲垣、マテウスで相手のアンカー、特に東がアンカーだって嫌なんだけれども、相手のアンカー、
りで、まあ明日のゲームが大きく動くんじゃないかなと思ってます。うん。で、当然グランパスですね。グランパスの方としたプレスは左に寄せていきたいですよね。よいしょ。相手がボールを持ってるとき、当然プレスをかけていくんだけれど、プレスはがっつりかけちゃダメだよね。相手が安定で上がってくるまで待ってからのプレス。で、ウィングバックにはもうウィングバックがついてもらいましょう。火が上がったら、ウェッティついていく。逆に、腰道が歩いたら下がっても、モニシャ君ついていく。もうウィングバックでちゃんとついていく。で、ユンカーとナダイが当然プレスをかけていくんだけれど、そうなった場合に、もういつも以上に、積極的なプレスよりも、佐々木がボールを持っていたら、こういう形で行って、真ん中に寄せる。で、真ん中に寄せたユンカーはこっちからこう行く。もしくはユンカーはここに行って、長い伊が真ん中にプレスかける。というわけで、シュータに寄せていくと。で、シュータの方に合わせる。アーテミスはこう。こういう形で、シュータの方からボール出させたい。で、このボールが、もうコース出し道がなくなるので、もうこう前に出すしかなくなるので、そうなったとき、藤井くんとソテリウの、この勝負がすごく重要になってくるかな。そこに藤井くんの出来で、ここは大きく変わってくるかな。明日、だからここを多分ね、右のベンカリファーよりもソテリウに寄せていきたい。どうしてもね、佐々木翔の方が、塩谷と比べるとフィートが全然上手いので、フィートのレベルがハイレベルなので、佐々木からよりも塩谷の方にボールを寄せてから、こっちから、まあ、苦し紛れのボールを蹴らせたい。そうすることで、まあ、あんまり、もちろんプレスをかけてるというのもあるので、あんまり、精度の高くないボールを蹴らして、それを弾いて回収したい。そういう形が作れると、グランパスとしてはいいかなと。もちろん、ここで塩谷よね。プレスがプレッシャーをかけずに行ってしまうと正確なボール出されちゃうので、そうなるとまあソテリに行くんです。ここからベンカリファンに行く、カーブラの方に行く、しかがっつり変えちゃってこの辺出されて七が走り込まれるってことも起きるかもしれないので、そうならないように自由にボール出させないようにして、ここからボールを出させたいっていう形を作っていく必要があると思います。で、これがうまくいっていくと、多分途中でセカンド取れたりファーストブレイクもよいしょ、途中のボールを読んだ人はカットするからね、ファーストブレイクも何度かできると明日のゲーム的には助かるんだけどね。そして攻撃、グランパスの攻撃ですよね。守備だけではなくて攻撃はね、やっぱりね、センターバックの間を狙いたいですね。ここですね、ここで、ここ長い、よいしょ、ここを狙っていきたい。中にね、サイドが使えて、サイドを組み立てて、サイドにボールを触れて、そこから、ヨネモト。で、ナダイとか、ユンカ、マテウス。というふうに、グランパスの定番の、ここでボールを持った後にサイドに送って、サイドから中っていう、こういう形、ここ。で、これ定番ね。で、これがまあ何度かうまくいくと、今度は警戒し始めて、前に、縦に突破ができるようになるんだけれど、多分これはできないです。ウィンドバックでウィンバックがついてるので、サイドから組み立てられないと。明日はもう最初から組み立てるのはまず無理だと。そういうことは分かってるので、もうセンターから組み立てていかなくてはいけない。で、そうだとまあやっぱセンターバックなんですよね。センターバックの二人、野上、藤井、中谷、特にみんな藤井、野上、ここから組み立てないと。前で分かってる通り、藤井くんと、野上が組み立てるとすれば、藤井は上がらなくて、せっかくドリブルできるんだから、このまま上がって、で、場面を動かしてからパスを出すと、多分全然繋がりやすいし、相手を動かせるので、パスを出せるところもできてくると。で、これができないとしても、こっからのパスは、もう最初からパスを出すんだっていうことを最初から決めておいて、そうすることやって、ある人は思考がまとまるので、パスの出し道を作って後に出せる。しかも出すとこも、ここは、ここってことは決めておいて、もうここで長井に渡していく。長井を走らせる。ユンカーに渡してユンカーに収めさせる。スペースが空いてればまた良しや。こう言って、
待てずにポンと出せるでもいいしっていう、そういう何種類かのもう出すとこを決めておく。そういうとして基本的にはセンターバックの間を狙って攻めていくって形ができると攻撃をしていくことができると思います。うん、だどうしてもね、やっぱり明日もね、今回もね、センターバックでボール回してって形になると思うので、稲垣、米本も頑張ってくれると思うけど、ここはどうしてもね、マークがついてしまうので、こうだね、こう来てしまうので、この最近ながら見てると、どっちかっていうと、野上側よりも藤井側に、そう、藤井君側に相手もプレッシャーかけてくるでしょう。もう向こうどっちか攻めるかと、前回、前々回くらいでミスの多かった藤井君側にやってくるは当然なので、多分こういう形になるよね。かな。マテウスにどうつくか、東がついてくことになるだろうね、マテウスには。で、千代谷もで、こういう形になるかな。よいしょ、うん、こういう形になるかな。で、ユンカーはどこに行こうか、ちょっと微妙だけど、うん、こうなるかな。なので、うん、こうなった時にも出すとこは長いを走らせる、ユンカーに当てるっていうことを分かって、逆にそれが分かってればこっちの選手もあとユンカーによらずにちょっと引いた形を作って寄せてスペースを作ってあげるってこともできるので、こういうことを決めておけば、置いてセンターバックの間を狙っていくってことをやっていけば、明日は攻撃も成功していくんではないかなと思います。まあ、こういう形明日はもうほとんどぶつかり合うので、どっちかっていうともう激しいというボールの蹴り合いが増えたり、どうしても中盤過ぎラインとしてはまあ中盤ここまで、この辺ぐらいまで、相手もこの辺ぐらいまで、ベロティーエリアの手前ぐらいまでボール持っていけても、その辺で回収される、捉えるっていうことな、こことここの間を繰り返すことがすごく多くて、ゴール前に打ってきてなかなか取れないんじゃないかな。多分明日なおシュート回数が少ないような気がします。そういう形で、まあそういった形で、ちょっと膠着した試合になるのではないかなと思ってるんで、うん、ゲーム的には0-0-0-1、そういった得点の少ない試合になるんじゃないかなと思ってます。グラッパスとしてはね、1-0って言ってもらって、そのまま最後に、うん、カウンターでうまく成功して2-0、そう、1-0と言って、そっから2-0に持っていって勝負を決めるっていう風にできれば理想的です。そういう風になって勝ってくれるといいなと思ってます。これが僕のレビューでした。はい、プレビューだね、レビューでした。じゃあここまで見てくれてありがとう。よかったら高評価登録してくださいね。じゃあねー。